井上陽水、73歳が、ファーストアルバム、断絶を発表したのは1972年。シングルカットされた、人生が二度あれば、傘がないをはじめとする、数々の名曲は世代を超えて歌い継がれ、50年の時を経ても色褪せることがない。同世代の歌手が、次々と引退を口にする中で、沈黙を守る陽水は何を思うのか。歌えなくなって、やめるのではなく、まだ歌えるうちにやめたい。そんな思いとともに、加山雄三、85歳が、年内でコンサート活動から引退する。6月20日に、加山の所属事務所が明らかにしたもので、12月に豪華客船で開催される船上ライブが、最後の公演になるという。一方、6月29日にラストアルバムをリリースするのは吉田拓郎、76歳、8年ぶりとなる待望の一枚だが、かねて吉田はこのアルバムをもって音楽活動に終止符を打つことを宣言している。惜しまれながら華やかなステージから去るのは、二人のレジェンドだけではない。高橋真理子さん、73歳も今年の全国ツアーが最後のツアー。中島みゆきさん、70歳はラストツアーと銘打った公演がコロナで中断されたままで、このまま引退するのではと囁かれています。小倉圭さん、78歳も今年の公演を最後に音楽活動から身を引くことを明言し、一時代を築いた大物アーティストの引退表明が相次いでいます。芸能関係者。昭和から平成、令和と3つの時代で第一線を走り続けたトップアーティストが次々と活動に区切りをつけている。目下、ファンや業界の関心を集めているのが引退するアーティストと同世代の超大物である井上陽水の動向だ。2019年に歌手活動50周年の記念ツアーを敢行して以来音楽活動を行っておらず、シングルは2018年リリースのケアを最後に発表していません。以前は毎年必ず行っていたツアーやライブもコロナ禍で再開のめどが立たず、表舞台から姿を消してからすでに2年近く沈黙を守っています。レコード会社関係者。1970年代のフォークソング全盛期を共に牽引した名優である吉田も、陽水とは10年近く連絡を取っていないという。1990年代にも、陽水さんは長らく全国ツアーを行わず、第一線から姿を消した時期がありました。あの時は、完全復活まで5年近くかかり、引退説が取り沙汰されたほど、現在の状況も当時と似ていますが、今回は、親交のあるアーティストでさえも、コロナが拡大したあたりから連絡が取れない状態が、続いているといいます。前室、芸能関係者。事実上の活動休止状態が続くうち、プライベートでは大きな動きがあった。実は、陽水さんは設立以来、40年以上にわたって、社長を務めてきた、個人事務所、キャンプと、ファイヤー音楽出版の、代表取締役を昨年末に辞任しているのです。いずれも長男に、社長の座を譲り、所有する不動産も徐々に家族に名義を変更していく意向があると言われています。前室、レコード会社関係者。